今日のテーマは AR グラス XREAL AIR2 と PRO BEAM と新発売になるハブですね。違いとか使い分けとか、一番暗いやつはこれですね。結構遮光できてます。 Netflix、Amazon プライムビデオっていうのを見る人っていうのは絶対におすすめです。これだけで見られるので、ポケットに入れてキッチンに立って Nintendo Switch とかスマホゲームとか家でやる人にはもう超おすすめです。まあ、もう一つのところっていうのも正直にちょっとお伝えしていきたいと思います。こんばんは、中江です。今日はですね、AR グラスって聞いたことあるかもしれないんですけど、今実際かけてますが、この中に映像が投影されている状態ですね。で、この AR グラスの中でも多分一番と言っても過言ではないほど有名だと思うのが、 XREAL 社、まあ、旧 NREAL 社のこちらですね、今一番新しいモデルの XREAL AIR2 Pro ですね。で、こちらには AIR2 があります。さらにはアクセサリーとしてこの XREAL BEAM っていうものがあるんですけど、それに加えて4月の25日に発売予定の XREAL HUB ですね。今日はこの XREAL 社のプロダクト4つをがっつり説明していきたいと思います。それではどうぞ。はい、というわけで、今日のテーマは AR グラスなんですけれども、今回ですね、 XREAL JAPAN さんからこの XREAL AIR2 Pro と、今回新発売になるこの XREAL HUB ですね、こちら製品提供いただきましてレビューします。で、それに加えて、もともと自分で普通に買ってた XREAL AIR2 ですね、こちら持ってました。初代の AIR も持ってましたし、この XREAL BEAM も持ってましたので、この辺の違いとか使い分けとか、どういう人にどういうものがおすすめかみたいなのも含めて今日お話ししていきたいなと思います。このチャンネルでは子どもの成長を色鮮やかに残したい Vlog 制作を中心に、映像制作に関連する機材やガジェット、クリエイティブユニットエクストリームにも所属してますので、アートやテック界隈の内容についても発信していきます。これまで一ユーザーとして XREAL 初代の AIR と AIR2 ですね、あと XREAL BEAM といろいろ製品を購入して使ってきているので、それなりに使い勝手の良さは分かっているつもりです。なので、まあ、今回ちょっと長くなるんですけど、 XREAL AIR2 と XREAL AIR2 Pro、 あと XREAL BEAM と今回新発売になる XREAL HUB ですね、これらについてがっつり、まあ、それぞれの違いとかいいところ、まあ、もう一つのところっていうのも正直にちょっとお伝えしていきたいと思います。まあ、ちょっと長くなるので、チャプターを、まあ、打ってますので、飛ばしながら、まあ、自分の気になるところだけ見てもらったら OK かなと思います。で、今回の動画ですけど、まあ、大体こういう人に役に立つんじゃないかなと思ってます。一つは、まあ、AR グラス、まあ、シンプルに気になってるけど実際どんな感じか知りたい人で、もう一つは Nintendo Switch とか、まあ、携帯ゲームを、まあ、めちゃめちゃやる人たち、一人暮らしで家に大きなテレビとかプロジェクターがなくても欲しいなとか、まあ、考えてる方、あと4つ目は新幹線の移動中に作業効率を上げたいとか、画面を人から見られずに作業したい人とか、まあ、ワークよりですね、まあ、そういう方々に結構参考になるんじゃないかなと思います。まあ、それぞれの製品について、まあ、どういうスペックとか、まあ、どういうことができるかとか、後でお話ししていくんですけど、まあ、最初にざっくりですね、それぞれのプロダクトに対して、まあ、僕なりの感想というか、まあ、結論をちょっとお話ししておきますと、まずですね、グラスの方ですね、まず前提として XREAL AIR とAIR2 Pro ってあるんですけど、基本スペックは完全に一緒と言って、まあ、過言ではないです。これシースルーが特徴なんですけど、これを遮光して、まあ、がっつり画面が見えるようにするっていう付属品があるんですけど、これどちらにも付いてるんですが、一つだけ、まあ、機能面で違うのはですね、プロの方にはエレクトロクロミック調光っていう、まあ、呼ばれる電子調光ですね、この機能が付いてます。こっちのプロの方だと調光機能だけで、まあ、かなり暗くできるので、これをつけなくて済むのでめちゃめちゃ便利でした。なのでできれば、プロがおすすめです。で、ここはまあもう一つのところかな、もうちょっと改良してほしいなと思っているところとしては、視野角ですね、画面が映ってる視野角と周辺の解像感ですね、の画質面に関しては、まあ、正直まだまだ改良していってほしいっていう感じる部分はあります。ただ、まあ、間違いなくちゃんと使えるレベルのプロダクトになってますし、一つ前の AIR からこの AIR2 でも薄さであったりとか、まあ、軽さと、あと画面の明るさですね、順当に進化してきてますね。プロダクトとしても完成度の高さっていうのは本当に素晴らしいと思ってます。で、次 XREAL HUB ですね、こちらが4月25日に発売の新製品なんですけど、これどういうものかっていうと、グラス側には電源がないですね。電源っていうのはこの接続先のデバイスから取ってきてる形になります。 Nintendo Switch とか Steam Deck、ROG Ally とかスマホとかも端末側の電池が減るとか、端末側を充電しながら使えないみたいな
まあ、課題があったんですけど、このハブ使うと充電しながらグラスを使えるっていうになります。なので先ほど言ったまあ携帯ゲーム機とかスマホゲーみたいなものをこのグラスでがっつり楽しんでいきたい人っていうのは結構おすすめのアクセサリーかなと思います。基本的には電源をこう一緒に挿して使うので、しっかり電源がある場所で腰を据えて使う前提になるので、そうでないグラスの用途が多い人たちには使いどころは若干これ困るかもしれないですね。そういう人たちにはちょっとお高いけどこちらの XLR ビームっていう方がおすすめかもしれないですね。この XLR ビームですけど、バッテリー内蔵してます。スマホ等のデバイス側の電池減らないようになってますね。であとはデバイス接続しなくてもこいつ単体で Netflix と Amazon プライムビデオであればスマホすら不要で、このビームとグラスのみで鑑賞ができます。スリードフと呼ばれる頭の動きを検出する機能があって、接続先の画面を空間に貼り付けて固定するとか、ブレずにこうスムーズに首振っても追従してくるとかっていう、いろんなモードがこれによって使える拡張機能があるので使いどころがぐっと広がります。例えば MacBook をつないで拡張画面としてこのグラスで作業するときっていうのは、先ほどの画面を固定して使うことができるっていうような機能があったりして、本当に普通の物理的なディスプレイモニターを置いてるような風に使えるのでめちゃめちゃ便利です。はい、というわけでこれあんまり何か分かってない人にとってはわけのわからんことを矢継ぎ早に話されたと思うんですけど、ちょっと詳しくこれらの製品のどういうものだとかスペックだとか、使い方とか、どういう画面が表示されているのかっていうのをここで紹介していきたいと思います。公式サイトを見ていきたいと思います。片目フル HD の解像度ですね。でこれがプロの方のみって言ってた電子調光ですね。エレクトロクロミック調光のレベルっていうのを 0%、35%、100% と3段階で調整ができます。で音響面は指向性オーディオで音漏れが減少してますと。で直接接続の時は最大 120Hz のリフレッシュレート、 AR モードでも最大 72Hz まで応答してたと思います。で、いろんなアダプターをかませるのとかも含めると、最終的に Type-C で映像音声入力ができる形状になれば、どんな端末でも入力できるってことになってます。で今回 AR グラスとハブとビームと、いろいろ製品を見せてますけど、ディスプレイのモードがすごい分かりにくいので、もうこのページの組み合わせを見ると分かりやすいと思います。で一番基本が AR キャスティングと呼ばれるものですね。直接接続される場合ですね、本当に外部モニターと同じような状態です。この場合は一番リフレッシュレートも高くて 120Hz 出ます。バーチャルスクリーンサイズは130インチで、レイテンシー遅延もですね、一番低い状態になってます。左の直接接続のエアキャスティング以外は、基本的には XLR ビームが必要になってくるっていう感じですね。メガネかけてる人、アタッチメントが中に付属されていて、フレームに収まる2人のレンズっていうのを発注して、メガネをかけた状態でグラスをかけるみたいな状態にできます。でエアシリーズのスペック一覧はこちらですね。僕も購入した初代のエアとエア2で、今回ご提供いただいたエア2プロ、この3つがエアシリーズとしては現在あります。エアは本当に驚きましたね。ついにこういう世界が来たかって感じだったんですけど、でエア2の方だと、僕は黒一択ですけど赤色も選べます。で、Air 2と Air 2 Pro の違いは、何度も言ってますけど、エレクトロクロミック調光が、電子調光があるかないか、せっかくには重さも 3g だけ重たいですけど、スペックは基本的に一緒っていう形ですね。視野角に関しては、46度で初代から変わってないですね。こういう内容物が入ってます。で、XLR Beam の方ですね。Beam は、330インチのスクリーンを空間に固定させて表示します。様々なデバイスからの映像出力を空間ディスプレイに投影できます。まだバッテリーが切れるのを心配しているのですか？心配しないでください。最大 3.5 時間の再生時間をお楽しみください。ワイヤレス接続で充電しながら遊ぶことも可能です。スリードフモードは頭の動きに関係なく画面が空中で静止し、体は自由に動くことを可能にするモードです。モード切り替えのボタンを長押しすると画面の位置を調整できます。ブレ補正モードは物理的な環境による映像の動きを最小限に抑えるように設計、車内での使用がより快適です。方向ボタンで画面のサイズと距離を調整できます。サイドスクリーンモードはディスプレイを小さくして横に移動させることで、視覚的な干渉を避けながら動画を楽しむことができます。はい、こんな感じですね。パッケージも本体も可愛いです。でちなみにですね、Type-C で映像音声入力ができないデバイスに対しては、こういうアダプターっていうアイテムもありますね。ライトニングケーブルのこれまでの iPhone とか HDMI 出力しかないゲーム機とかっていうのは、このアダプターを介して映さすことができるようになります。まだこれ公式出てなくて PR タイムズの記事を出してますけど、4月25日に発売の予定です。価格は5980円予定ですね。このハブのポイントとしては、メガネとソースデバイスの両方を充
充電しながら使うことができますと。でさらに電源切れた場合でも途切れずにゲームができるといったような機能も入ってます。まあ、かなり短時間でデバイスを効率的に充電できるので、まあ、対応した PD 給電の充電器から入れてあげると充電速度も速い、多岐にわたるデバイスと互換性があるという点ですね。でゲーム機側のリフレッシュレートっていうのを損なわないようになってて、まあ、直接接続の場合だと最大 120Hz のリフレッシュレートをサポートしているので、まあ、滑らかに遅延も少なく遊べますといったものになってます。こちらが以前に自分で購入していた方の Xreal Air 2ですね。こちらが Xreal Air 2の Pro です。箱の外観デザインぐらいですね。基本的にサイズも全部一緒で、まあ、プリントと質感が違うって感じです。Air 2の方は結構マットな感じで仕上げてるんですけど、Air 2 Pro の方はちょっとメタリックな加工というか、マットめなんですけど、ちょっとプレミア感のあるような形になってます。同じようなメガネケース状のようなものにプロダクトが入っている形になります。こっちが Air 2で、こっちが Air 2 Pro ですね。で、ちょっとこれ質感わかりにくいと思うんですけど、Air 2の方が、まあ合皮かなっていう感じのものに対して、Air 2 Pro の方は、ちょっとこうもちもちしてますね。なんかよりレーザーっぽいような形で、実はケースのマテリアルが違いますという感じです。こっちの方がまあ高級感があるような仕様になってると思います。プロの方で中身は給電と映像用のケーブルで CC ケーブルですね。ちょっと曲がってる方がメガネ側です。こっちはグラス本体ですね。没入用のフィルターですね。これがついてるって形です。でプロの方ですね、開けるとこれも同じようにの CC ケーブル、これも没入用のフィルターはついてるんですけど、電子調光がついてるので、まあ、唯一違う点ですね。2つ並べてみると、まあ、差が分かんない。基本的なサイズ感とかも当然全く一緒なので、この辺サイドから見ても全然違い分かんないですね。表から見ても当然同じように見えると。で、右のつるの部分にいろいろな交差する場所があるんですけど、これも一緒なんですよね。実はこのちっちゃいボタンと長いボタンですね。ちっちゃいボタンが通常のエアーの方だとディスプレイのオンオフ、プロの方だと調光具合ですね、どれぐらいフィルターするか黒くするかっていう調整になってます。長いボタンっていうのは輝度の調整ですね。で重量もほとんど同じなので、あと本当にかけ心地とかも完全に一緒といって差し支えないです。で、まあ、ちょっと調光機能の分だけアップして見てみたいと思いますね。 Xperia に接続します。もう単純にスマホのミラーリング、本当に外部ディスプレイとして使う方法と、の AR モードっていうような2つのモードがあります。で AR モードにするとスマホは本当にコントローラーっていう形になります。どんな画面が出てるか画面録画しときますけど、今ボディフォローモードにしてるんですけど画面を固定ですね。ヘッドフォローモードにすると頭についてくるような、動き回りながら何か映像を鑑賞するとかっていう場合はこっちの方が良くて、座った環境で何か作業したりとか見たりするっていう時にはこっちのボディフォローモードの方が快適かなっていうふうに思います。このさっきの調光ボタンを押しながら実際どれぐらい調光されてるか、左が普通のエアですね、で右がプロなんですけど、透過度の感じは見ていただいて比べると、全開放の時はこっちと透過度同じぐらいだと思います。はい、実際に装着して、透け感ですね、シースルー感を見た時もほぼ同じかなっていう感じですね。でこっちのプロの方だと1段階2段階と調光されるって感じですね。で一番暗くして電子シャッターしても透けてるのは透けてるんですよ。これ一番明るい状態ですね。抜けてるっていう感じですよね。これ第2段階に調光するとこれでも結構絞れます。映像のコントラストはグッと上がる感じがしますね。で一番暗いやつはこれですね。結構遮光できてます。まあ、ただ完全遮光ではどうしても性質上ないので、通常のエアと同じようにこの没入フィルターがついてきて前に装着してあげると、これは普通のエアと一緒ですね、もうほぼ通さないって感じですね。調光で暗さマックスにして、かつこの前面の没入フィルターっていうのを足してあげるともうほぼほぼ真っ暗ですね。ただここまで必要なことってほぼなくて、この調光が優れすぎて基本没入フィルターってつけてないですね。もうこのグラス本体だけでいけちゃってます。それがやっぱり通常の Air 2との一番違うところかな、メリットかなと思います。 でこちらですね、 Xreal Hub っていう商品です。
電池が 26% めっちゃ減ってきたっていう状態です。これが一番グラスの困るところでしたね。本体にバッテリーが積んでなくてめちゃめちゃ軽いんでつけ心地最高なんですけど、その代わり給電先のバッテリーを食っちゃうっていう問題がありました。こっちのタイプ C 側は映像ソース側ですね、スマートフォンに挿します。でこっち側を見てみると給電マークとメガネアイコンがあります。でメガネアイコンの方にグラスから来てるのを挿しますと、給電アイコンの方に USB 電源からできたタイプ C をここに挿しますと、この状態でスマートフォンは映像の入力元に挿すと、充電来ました。 AR モードになりました。スマートフォンの方は、充電がどんどんされていってる状態ですね。ちなみにこれが XREAL BEAM ですね、同じように使えますね。これ自体がバッテリーになってて、ポータブルに持ち運べるっていうようなメリットはこっちにはあります。ただ、電源がある環境だったらこのハブ買うだけで本体の充電を気にせずにできるっていうところがめちゃめちゃ手軽でいいかなと思います。各製品の特徴とかパッケージとかっていうのはこんな感じでした。で XREAL BEAM の方は、かなり前にもう開けちゃってたんで、この本体に対してこういうパッケージです。ほんと可愛いですよね。 XREAL のロゴがあって、もう本当にシンプルな、本当にプロダクトとして完成度が高いなっていうので、デザインがすごい僕は気に入ってるんですけど、後ろにほんのり XREAL っていう透かしが入ってて、ボタンの配置とかも本当にシンプルですね。正面こんな感じなんですけど、真ん中が決定ボタンで、このリングになってるやつ方向キーですね、上下が入ってます。でここが戻るボタンと、長押ししたらホームに戻るボタンみたいな感じですね。この左側のオレンジのボタンがモードの切り替えですね。画面固定だとかスムーズ追従モードとかの切り替えのボタンになってます。反対側の縦長の青いボタンが音量の上下ですね。上側のここもボタンになってるんですけど、これも電源ボタンになってます。ここにストラップホールが実はあるのと、2つタイプ C の端子がありますね。今挿してる方がメガネ側の挿し口です。もう一つの空いてる方が充電ポートとか、有線で MacBook とかいろんな端末を接続する際の映像の入力のポートになります。本当に触り心地とかもすごいマットな感じで良くてですね、傷も若干つきにくいような感じになってるかなと思います。本当に丸っこくて可愛くて、このビームはめちゃめちゃ所有感としても気に入ってて、いつも使ってます。各製品がどういったものかっていうのと、どういうことができるのかとか、スペックっていうのは分かったと思うので、ここからは冒頭にお伝えしたポイントがあったと思います。こういうところがいいとか、こういうところもう一つみたいな、そういうシチュエーションについて、もう少し細かくお話ししていきたいなと思います。 AirPods Pro の方ですね、こちらについては本当に便利ですっていう僕の実体験の話ですね。新幹線でもそのカフェでも、どこでもいいんですけど、グラスかけたまま席行って、ぶっちゃけ立てるんですよ普通に。ちょっと白い目では見られますけど、普通にこれ席立って移動できるんですけど、席立つ時にはライトシールドをね、こういちいち外さないといけないですよね。見えないと普通に危ないんで、いちいちこう戻ってきたらカチャカチャつけるみたいな。 AirPods Pro だったらこの電子調光ですね、パチッともうここにワンクリックするだけで遮光 100% から遮光 0% 変わるので、僕はこの電子調光だけで、遮光は正直十分かなと思ってるんですけど、ライトシールドわざわざなくても良くなるので、実質軽量化されてますし、シースルーモードも本当にすぐ切り替えられるので、グラスを装着したまま歩き回ったりするのも全然できますね。ただこのメリットっていうのは、本体価格7000円差ってことを考えると、どっち取るかっていうのは人によるかなと思ってます。基本スペックはこの Air 2と Pro と同じなので、どちら選んでもそれなりに後悔は基本的にはしないと思います。とは言いつつ、僕もこれ買ってたぐらいなんで、本体自体がそこそこ高いし、基本スペック一緒だったら安い方でいいかというので Air 2はもともと買ってたんですけど、この Pro 使ってみたら、この電子調光の素晴らしさが身をもって分かったので、もし当時この Air 2買った時に実機体験して、この電子調光の素晴らしさ分かってたら、こっち買ったんじゃないかなと思います。なので、一度実機をぜひ体験してから購入、どっちにするか悩んでる方は決めてみるのが本当におすすめだと思います。でちょっと注意点というか、見ておいてくださいねのやつは、直接端末をグラスに接続したりとか使う場合っていうのは、Android とかだとネビュラ4 Android アプリで、先ほどお見せしたような AR スペースモードが使えるとかあります。例えばこのスマホ1つ取っても対応機種っていうのは公式サイトで載ってるので、一応確認してください。僕の場合手元の Xperia 1 Mark 5っていうのはどちらも動きました。で PC 向けに関してはバーチャルデスクトップ、拡張デスクトップっていう機能があるんですけど、仮想画面をこう3つ
並べられるみたいな拡張機能っていうのがあるんですけど、現在はネビュラというアプリを使うんですけども、ネビュラ4 Mac ですね、これがまあベータ版のみで今公開されてます。で Windows 版はベータ版もまだ出てなくて近日公開っていうステータスになってます。なので、まあ、Mac の方もまあ使ってますけど、まあ、ベータ版ということもあって、まあ、たまにちょっと挙動が怪しかったりすることがあるので、まあ、直接接続がまあ安定していいのかなと思います。なので、まあ、PC 用途だとグラスを直接接続するか Beam ですね、 XLR Beam っていうのを活用すると非常にいいかなと思います。僕はおすすめですね。これはちょっとお高いんですけど、音響面のところお話ししてなかったと思うんですけど、このツールのところにちっちゃいスピーカーがあって、である程度の指向性を持って、まあ、本人だけならば聞こえるようなスピーカーが仕込まれてます。音質面は正直なところ、まあ、可もなく不可もないって感じですね。うるさくない環境だと、まあ、ちゃんと聞けるし、すごいうるさい環境ですね、雑踏の中とかすごいうるさい環境だとちょっと聞こえづらくなってくるかなっていうレベル感のイメージです。である程度の指向性を持ってっていう話したんですけど、音漏れは全くしないわけじゃないですね。音量を上げていくとシャカシャカ言ってる感じというか、耳元に聞こえる程度の音量の割には抑えられてはいると思うんですけど、まあ、密閉型じゃないオープン型のイヤホンとかヘッドホンの音漏れのノリに近いですね。まあ、外出先なので音漏れを気にせずに快適に使いたいなって思うときは、まあ、ノイキャイヤホンとか接続側の機器にペアリングさえできるものであれば使えるので、まあ、それを合わせて使えばいいかなと思います。まあ、VR ゴーグルとかでも割とそうですよね。まあ、VR ゴーグル側からイヤホンジャックの端子がついてたりもしますけど、普通に Bluetooth のイヤホンを合わせて使ったりとかすると思うので、まあ、そういう感じで使うのがそういう場合はいいかなと思います。でこのハブに関してですけど、まあ、スマホを含めた、まあ、携帯ゲームユーザー向けってお話をしました。で PDQ でも対応しているので、まあ、基本的にはしっかり電源がちゃんとした電源があるところで、まあ、腰据えて使うっていう前提になるかなと思います。で別の観点でのメリットとしては、まあ、グラス使いたいなとなった時に、最初まあちょっと言ったんですけど、スマホとかのデバイス側の電池が少なかった場合ってちょっと使うのためらいますよね。でそういう時にこのハブあったら気にせず充電しながら使えるのでいいかなと思うのと、使ってて気づいたことではあるんですけど、ハブなしの場合っていうのは、例えばスマホであればスマホからこのグラスに直接給電しているので、スマホ側のね発熱もちょっと激しくはなってくるんですね。ずっと使ってると発熱が激しいと、まあ、こっちのバッテリーの寿命とかも気になり始めてきたり、まあ、僕の場合はするんですけど、このハブ使うとですね緩和されます。スマホの電池を充電しながら、まあ、デバイスを使うっていう状態にはなってしまうんですけど、それでもこっちから給電している時の発熱よりも、まあ、僕は発熱の感じはこれを使った方が発熱が小さくなったかなというような印象がありました。ちょっとこれは確かなことがわからないので、もう僕のだったまあ印象ですね。デメリットは、まあ、今話したことで充電しながらデバイスを使う状態にはなってしまうので、まあ、そこ気になる方っていうのはちょっと逆に使いづらいかなと思います。でこの XLR ハブっていうのは電源供給の方が例えばパチって止まったりとかしても、即座にこのデバイス側から給電して全くゲームとかが止まらないように、まあいろいろ設計を頑張ってくださってるみたいなんですけど、僕の個人的な、まあ、次の改良のアイデアとしては、安定した電源供給ができる状況においてはこっちのハブ側にですねスイッチみたいなものがあったりとかで、まあ、グラスにそのパススルーというかね、電源供給から直接グラスにだけ給電をするようなモードっていうのがあったら、スマホの充電はしないし、そんなに電池も減らないし、バッテリーに負荷をかけないしっていう状態になるのでいいかなと思いました。XLR Beam に関してですけど、これはですねデザイン面で、まあ、先ほども言いましたけどプロダクトとしての完成度がまあめちゃめちゃ高いなと思います。美しいフォルムだし、シンプルなボタン配置とか触り心地の良さとか、まあ、とっても素晴らしいかなと思います。まあ、ただ、まあ、追加で購入するアクセサリーとしては17,000円弱、まあ、ちょっと高いですね。なんですけど、まあ、僕のユースケースとしては、まあ、自宅でずっと家事育児やってますけど、家事とかしながら、まあ、Netflix、Amazon プライムビデオっていうのを見る人っていうのは絶対におすすめです。予約購入で発売と同時に手に入れたんですけど、出始めの時はこういうストリーミングサービスの内蔵のネイティブアプリってなかったんですね。で著作権系の動画はこのビーム経由だと見られなかったとかあったんですけど、アップデートがまあどんどん入って本当にどんどん良くなってますね。まあ、プライムビデオを僕はよく見るんですけど、これだけで見られるので本当にこれをポケットに入れてキッチンに立って料理作ってるみたいなのはよくあるシチュエーションです。で加えてですね、新幹線とかカフェ
たりとか、まあ、外出先でノート PC 作業とかを、まあ、AR グラスでがっつりやりたいっていう人にもおすすめですね、まあ、ビジネス向けというか。で、ビームこれなくても、まあ、ネビラっていうソフトウェア入れたら、最大3画面の拡張デスクトップが使えるっていうのがあるんですけど、ビーム経由だとその最大3画面の拡張デスクトップっていうのは使えないんですけど、これ経由で接続した方が作業効率は絶対にいいです。画面のサイズと奥行きの調整っていうのはこれだとできますね。なので、まあ、自分の視野的に、まあ、一番こう画面が欠けなかったりとか見やすいところに自分で調整ができるのでそこがいいのと、 3D オフモードで頭を動かしても常に空間の一つの場所に画面を固定表示ができて、まあ、普通の物理的なモニターと同じような使い方ができたり、で最初の方に Air 2の方の、まあ、もう一つの点でも言及はしたんですけど、まだちょっとグラスの方は視野角もっと広かったらいいのにとか、と周辺の方の解像感が最高とは言えないなっていうところはまだあったりするので、動画コンテンツとかをラフに楽しむには十分すぎるクオリティなんですけど、 PC で動画編集とか、まあ、そういうまあちょっと緻密な作業をするときには少しだけちょっとまだ心もとないかなと思います。画面の固定っていうモードを使うと、まあ、先ほどの周辺の解像感があのもう一つっていう話をしたんですけど、画面の端っこの方がちょっと見にくいなっていうときは顔をその隅っこの方に向けてあげると視野の中央にその画面の端っていうのが映ってくるので、まあ、しっかりと、まあ、視認ができるようになりますね。今の話って、まあ、すごいわずかな違いのように思われるかもしれないんですけど、このビーム使わずに直接 Mac、まあ、なりに接続して単純なミラーリング状態の時っていうのはバシッと画面に貼り付いてこうずっとくっついてくる状態になるんですけど、もしちょっと周囲が見えづらいなって思った時に一気にこう作業効率が落ちてしまうっていう、まあ、もったいない経験も僕はしたことがあるので、まあ、MacBook とかで、まあ、こう緻密な作業を行いたい人っていうのはぜひこのビームっていうのは使ってみてほしいかなと思います。であと別の接続方法としては Windows とか Mac、Android 等々、まあ、その辺のデバイスからだと、まあ、各種映像信号のワイヤレス接続っていうのも対応してます、まあ、ただですね、まあ、会議室 の、 あのプレゼンシステムとか、まあ、そういうの使ったことがある人はあのあるあるでイメージできると思うんですけど、例えば画面にスマホの映像をキャストするとか、やっぱりワイヤレス接続って、まあ、どうしても音声とか映像とかにちょっと途切れが生じたりとか、例えばマウスカーソルの動きにちょっと引っかかりがある遅延があったりとか、まあ、快適性の面では体験がまあどうしても下がってしまうの で、 で今これあの Windows からまさにワイヤレス接続してるんですけど、カンペを見るぐらいだったらもう全然使えるんですけど、動画を視聴するとかがっつり緻密な作業をするとかっていうことになるとやっぱりストレスは感じるので、まあ、Beam これ使う場合であっても有線接続っていうのはできる環境であれば有線接続がおすすめだと僕は思います。でこの Beam 使うことによって先ほどの画面固定モードと、まあ、あとまあ使い方によっては作業しながらみたいな他のことをしながらみたいな時にはスムーズ追従モードですね、ジンバルにカメラを乗っけたような映像でねぬるぬる動いてきてくれるスムーズ追従とか、サイドスクリーンモードですね、一番透過するシースルーモードにしておいてこの辺の端っこにだけなんかチュートリアルとか動画を出してなんか作業するとか、ウェブラジオ的な画面があるけどほとんど音声だけ聞いとけばいいようなコンテンツとかっていうのはサイドスクリーンモードとかでめちゃめちゃ便利かなと僕は思ってます。でこれらのモードが使えるようになるっていう恩恵があのすごく大きいのでちょっとお高いんですけど、まあ、おすすめですね。移動しながら使いたい人は、まあ、こっちのビームがおすすめで、まあ、ハブは、まあ、当然電源ありきなので使えないですねって話をしたんですけど、こういうモードがたくさん使えるっていう素晴らしさを置いといて充電の観点だけであれば、まあ、裏技としてですねお安く済まそうと思ったらこっちのハブを購入して PD 給電が可能な CIO とかアンカーのちゃんとしたいいモバイルバッテリーっていうのをここにつなげるっていう手もあるかなとは思います。はい、というわけで今回はあの XREAL Air 2と XREAL Air 2 Pro あと新発売の XREAL ハブと XREAL ビームですね、XREAL 何回言ったかちょっと分かんないですけど、これらの製品についてがまあちょっとがっつりお話してきましたがいかがだったでしょうか。まあ、改めて本当に最後にポイントだけおさらいしておくと、このグラス XREAL Air 2とまあプロの違いは、まあ、電子調光の有無だけで基本的なスペックは一緒です。個人的にはこの電子調光がめちゃめちゃおすすめなので7000円の差を出せるんであればこっちを買うのは絶対おすすめですね。 XREAL Hub こちらについてはデバイス側の電池を減らさずに充電しながらもうがっつり使えるので Nintendo Switch とかスマホゲームとか腰を据えて家でやる人にはもう超おすすめですね。最後に XREAL Beam は使い方を広げてくれるすごいマルチな存在です。特におすすめなのがこれ本体だけで Amazon プライム Netflix のビデオが見れるとか MacBook とかにつなぐと画面固定モードとかで物理的なモニターと同じように使えるとかっていうメリットがもうめちゃめちゃ大きいです。公式サイト見たら今4周年であのすごいセールやってました。 XREAL Japan 4周年記念スペシャルイベントっていうのやってます。イベント期間はもう今期間になってて5月15日
日までなんですけど、このキャンペーン期間中だと AR グラスですね、 XDR Air か Air 2を買うと、もうただただアンカーのサウンドコアリバティ4ノイズキャンセリング、まあ、12,990円相当のイヤホンが勝手に無料でついてくるっていうすごい大盤振る舞いのキャンペーンをやってます。プロじゃなくても正直普通の Air 2でもいいかなって思ってた方は5月15日までなので、悩んでる方はぜひコア概要欄に貼っておきます。今回少しでも AR グラス気になってる人が手を取るきっかけになったら嬉しいかなと思ってます。ビジョンプロを使ってみたの動画もあげましたけど、この XREAL の分野ってまあこれからまあ間違いなく来ると思いますし、どんどん市場が拡大していくし、面白いものがどんどん出てくると思うので、本当にずっとウォッチしてきてますし、していきたいと思ってます。でこの XREAL Air のシリーズに関しては、比較的、お高いんですけど、まだまだライトなというかエントリー用のデバイスだと思ってますので、比較的いろんな人が手に取りやすい、なので世界でも一番売れてるんだと思いますけど、この上のフラッグシップですね、今度 XREAL Ultra っていうのが出る予定になってます。でそちらの方はよりたくさんセンサーがついてですね、 Vision Pro のような空間コンピューティング、そういうことができるようになってたりとか、視野角も広がってるっていうような話を聞いてるので、ちょっと今からどんなものかすごい楽しみなので、またそちらももしレビューする機会があれば今後お伝えしていきたいと思います。今回の動画が少しでもためになってとか面白かったよって方は、ぜひ高評価とチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた。今後もですね、映像制作関連以外にも、こういう XR 系のガジェットとかそういう情報についても発信していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。それではまた。